俺が君のヒーローになる。戻ってこい、エリー。殺されちゃう？何度言ったらわかるんだ。お前の行動一つ一つが人を殺す。俺に子などいない。なんて速度！ギリギリだ。危ない。俺と戦うのか、学生さんよ。銃での攻撃ならトゲトゲは来ない。ちょっとごめんね。体を隠して狙いをずらした。そういうやつだよな。お前は俺の方が強い。お前の負けだ、サキ。気安く呼ぶな。わかーな、完全に気絶させたはず。命を捧げ、共に歩まねば。もう君を悲しませない。病人か。個性なんてものが備わってるから夢を見る。相手をよく見て動きを予測するんだ。なんだ、なんだこいつは。それほどまでヒーローになりたかったか。イリナカ、このぐちゃぐちゃ元に戻せ、早く。ファットガムの見立てが当たっていた。イリナカにはもう今までの力はない。他の連合メンバーはどこにいる。チラカ、必ず見つけ出してやる。全国指名手配のヴィラン連合、我々警察としては無視できん。何を立ち話してんだ。ロックロック、無視して進め。俺は小娘のせいでこれ以上飛んで跳ねてはちょっときつい。行け！別にけなしたくて悪態をつくわけじゃない。行っちまったな。どれが、ゴニョゴニョ。エリちゃんは後ろにいます。起きろ、起きろな。まばたきが止められない。サキ、お前なら俺のために死ねるだろう。さあ、エリを返してもらおう。あんたのことはよく知ってますよ。抹消ヒーローイレイザーヘッド、生かしておく価値があるということです。今単身で刺したから1時間はそのまま。彼は一度決めたら止まることはありません。自分と仲間を破壊して融合させた。サキ、部下と融合した。さっきまであった傷も消えてる。悲しい人生だったな、ルミリオン。関わらなければ夢にかかったままでいられた。力と速さ、それだけだ。貴様はルミリオン定理ちゃんを。了解です。イレイザーをどこへやった。よっぽどルミリオンが怖かったか。ミリオン、私の教えを、お前とお前の守りたいものの無事を、結果を見ずとも1秒先の予知を繰り返し。エリちゃん先輩、大丈夫ですか？動けますか？ああ、移動します。ごめんなさい。ゲレド、ウコゲレ、ワン・フォー・オール 20%。 その未来をねじ曲げる。耐えろ、勝つまで。マンチェスター・スマッシュ。
動きの線が素直で見えやすい。余裕だ、パワーだろ。俺はまだ余裕だ。何十人って人たちが君を助けようと。地面が割れて細かくなってなかったら、でっかい棘で終わってた。お前のせいでまた人が死ぬぞ。これが望みなのか。私はダメだ。先輩と一緒にいるんだ、エリちゃん。エリならお前はどうするべきだ。戻る。ルミリオンで芽生えかけた淡い期待が砕かれた。気づいてるか、ミドリア。もうエリちゃんの保護はかなわない。余計なお世話だとしても君は泣いてるじゃないか。ちょっと出遅れたけど、ナイトアイたちを追うよ。薬が切れた。あっちの十字路の真下に目的がいる。プロが戦って足止め中だ。火星を。さらに向こうへ。ブルースウルトランス。テク君、あれ？じゃあさっきのデクちゃんは。服着なさい、おじさんドギマギしちゃうから。ヤクザどもは今日まで核の子供には近づけさせてくんなかった。でもお前はコピーだ。はい。もうあいつらやっぱイカれてるよ。させるか。掴め、今度こそ。あれは旦那が死んだ。この子は呪われてるってよ。呪いなんかじゃねえ。ごく稀にそういったことはあると聞く。世話ついでにあの子の個性調べ上げてくれや。なんて恐ろしい。この人たちは諦めない。私が助からないと。もう一度あの優しい手に。エリちゃん助けろ、ミドリア・イズク。返せ。あんなこと、もう絶対にさせない。頭能力も教えてないのに、親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ、エリ。奴はミドリアとエリちゃんを追って地上へ。その未来をねじ曲げれ。体が熱い。もしかして君の力なの？触れるもの全てが無へと巻き戻される。絶対嫌だ。とっても優しい個性じゃないか。ワン・フォー・オール・フル・ガウル 100%。 個性は伸ばすことで飛躍する。主としての流れ、変異が起こる前の形へと巻き戻す。エリの価値もわからんガキに利用できる代物じゃない。うわエリちゃんの力が強まってる。チサキ、おめえ俺に黙って新しいしのぎ始めたろ。俺の道から外れたことはすんじゃねえよ。
必ず実現してやる。存在を匂わせる。鬱陶しいヒーロー芸を無力化できる。ヴィランサイドには銃と弾を、ヒーローサイドにはその血清を。うちの考えに背きてえなら、おめえもう出てけ。いいから黙って見ててくれ。楽しみにしててくれよ親父。俺の邪魔をするな。小さな女の子一人救えないで。なめるかよ。その未来をねじ曲げる。